長野市ではスポーツを軸としたまちづくりを推進するためプロスポーツチームと連携してスポーツ振興と地域の活性化に取り組んでいますここ長野ユースタジアムでは AC 長野パルセーロとサッカーを通じた交流会を行っていますスタジアム交流事業とは何ですか はい、長野市内の子どもたちを対象に長野 U スタジアムにおいて AC 長野パルセイロの選手・コーチがスポーツプログラムを提供し実施するものです子どもたちがスポーツを楽しむ場のきっかけ作りになったり子どもたちの体力向上等を図る事業で長野 U スタジアムが使用開始となった平成27年から実施しています。今回の交流では、 長野市内の児童20人が参加し、ユースタジアムのビップルームや選手控室などを見学した後、AC 長野パルセイラのスタッフと一緒にサッカーの体験を行っています。パルセイラの選手が実際に使用する練習場でご覧ください、子どもたち。楽しそうにサッカーやってますよ。手でも手をいろいろドリブル。 スタジアム見学してどうでしたか？とても楽しかったです。おどこが良かった。<laughs> えっとね、うん <laughs> あの。スタジアムとか、うん、なんかいっぱい見れて良かったです。うん、えっと、うん、最後ちょっとだけね。うん、えっとボール使って遊べたことが楽しかったです。うん、今日の交流子供たちいかがでしたか？ はい、えっと、子供たちすごく元気いっぱいで、うん、はい、あの、本当にもう、まあ、僕たちもいつも子供たちからパワーをもらって、本当楽しい時間を過ごさせてもらってます。あの、最後は本当にちょっとやっぱ体を動かすことによって、あの方がほぐれてという子も多くなって。はい、あの、また最初から最後まで、本当に大きな笑顔で、はい、あの、一緒に活動を得られたっていう印象でした。えっと、まあ、この交流事業っていうのが、あの、子供たちにとって、まあ、スポーツに親しむ。 あの興味を持つまあ、そういうきっかけづくりの第一歩になってくれればっていうふうにあの思ってますまあ、またねあのこのスタジアム見学っていうのがはいあの子どもたちがあのスタジアムに興味を持ってもらってでプロスポーツを観戦するなんかそういうきっかけづくりにもなってくれたら嬉しいなっていう思いではいこの交流事業には携わらせてもらってます。 いや子どもたちとっても楽しそうでしたねこういった交流活動を通して体を動かす楽しさや体を動かすきっかけづくりになってほしいですよねはい長野市には AC 長野パルセーロのように長野市を拠点に活躍しているプロスポーツチームが4チームありますどのチームも長野市愛が強く地域貢献事業にも積極的に取り組まれています多くの方がプロスポーツチームに興味を持っていただき長野市全体で 盛り上げプロスポーツチームを応援していきたいと思っています皆さんもスポーツをする、見る、そしてスポーツでつながるでスポーツを軸としたまちづくりをしていきましょうなくしたい心と心のディスタンス長野市は人権を尊び差別のない明るい長野市を築く条例を制定していますすべての人が住みよい社会を築きましょう